横になります。さあ、仰向け横になったらまず体をまっすぐにしておいてください。はい、そしたらですね、両手をゆっくりバンザイします。手と足の指先で遠くに体を引っ張るようにして、その延長線上でお店のあたりが浮いてくるような動きをしていきたいと思いますので、はじめに手と足遠くに伸ばして気持ちよく伸びてください。はい、まずは伸びていきます。そうです、そうです。さあ、伸びてきたらこのウエストのあたりが少しずつ浮いてくると思います。さあ、伸びていくのを感じていき、ウエストがぐーっと上に上がってくるのを見ていきます。じゃあそこで、さらに軽くお尻持ち上げていきたいと思います。10回いきますね。手と足遠くに引っ張って、はい、いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、とてもいいです。さあ、そしたらですね、この体を伸ばす動きを、利用してですね、ボール使ってもう少し体を伸ばしていきたいと思います。ボールの上にかかとを乗せてください。少しゆらゆらしますのでね、いいところを、かかとで見つけてください。はい、そしたらね、ちょっと慣れていない人もいますので、手のひらを腰の脇、バンザイから腰の脇に置いてください。はい、そしたらさっきと同じ足先を遠くに引っ張ってください。さあ、引っ張ってくるとお尻が床からふーっと浮いてきます。浮いてます。はい、じゃあここで10回上げ下ろししていきますね。いきましょう。上下に下ろして動かしていきたいと思います。5回いきましょう。1、2、3、4、5。はい、ではゆっくりと足を変えて逆の足、1、2、3、4、5。はい、その足をゆっくりとボールの上に戻してから、ゆっくりとお尻を下ろしていき、はい、もう一度伸びていきましょう。はい、ウエストギューッと目の方に上がってきます。はい、両膝を抱えましょう。今日も頑張った自分に拍手しましょう。